豊洲市場をめぐる問題で、東京都は、担当局の責任は免れないとして、トップの岸本良一市場長をはじめ複数の部長級の幹部らを近く、更迭する方針を固めました。豊洲市場をめぐる問題で、東京都は、いつ誰が盛り付けを行わない方針を決めたのか特定できなかったと結論付けた一方、事務系と技術系の職員の連携不足など組織の問題が背景にあるなどとする内部調査の報告書をまとめ、小池知事は今月5日の都議会で、懲戒処分も含めしかるべき対応を取る、として関係者の処分を検討する考えを示しています。こうした状況を受け、宮古は、担当局の中央卸売市場の責任は免れないとして、現在トップを務める岸本市場長をはじめ管理部長など、複数の部長級の幹部らを近く更迭する方針を固めました。一方、歴代の市場長の責任の所在についても調査を進めることにしています。また、事務系のトップが盛り付けをめぐる工事方法など技術的な内容について十分にチェックできなかったことなどを踏まえ、組織体系も見直す必要があるとして、宮古は、中央卸売市場に新たに技術系の幹部を置くことも含め体制の検討を進めることにしています。